2019マレーシア国際ハラル展示会はハラル認証の食品、飲料、医薬品、美容用品、ムスリムフレンドリーツーリズムなどの分野が出展し、世界中の企業から注目を集めています。タイトラも先頃、台湾の10の企業を率いて出展すると発表。加工食品、飲料、化粧品など主力商品に個別で出展する企業、団体を加えておよそ30に上ります。 今回とても重要なことはマレーシアと接触を図ることだマレーシアは世界のハラルの中心として地位を確立しているそのためマレーシア近隣国家のハラル業者はこの展示会に参加する今回は長期的な協力パートナーを探す上で非常に重要な機会だ 台湾はわずか2年ちょっとの間で1200もの企業がハラル認証を受けている上商品の多様化、高品質化はマレーシア側にとっても非常に魅力的です。自身の経験から台湾製品はとても優れたパッケージ技術を持っておりものによっては市場を超えた技術である私はその他の市場に知らしめることもできると思っている。 なぜマレーシア国際ハラル展示会が素晴らしいプラットフォームであるかというとマレーシアだけでなくブラジルと同じようにその他の国にも紹介することができるタイトラの王副秘書長も今年マレーシアでは台湾エキスポを含む5つの重要なイベントがありタイトラも台湾のハラル製品をマレーシアに引き続き推し続けていくと語りました